イガレン社。さあ、今日やっていくのはこちら、クタの壁ポンポンセカンド。まずはあらすじから。なんかこれ画面でかくてさ、なんかいつものやつよりちょっとでかめでさ、新しいゲームなんだろうなって気がする。あらすじからでいきますよ。はい。笑ってるのか泣いてるのかさっぱりわからない。クタが大きくなっちゃった。いえいえ、テクノ遊園地の体験型アトラクション。テクノスモールランドで巨人ごっこができるところだよ。あ、進撃の巨人にちなんでる、もしかして。壁に近づいてパンチでガシガシ壊して、お、あれ？これ壁をポンポン登っていく感じじゃないのか。でも、大砲の弾がどんどん飛んでくるので、ジャンプしたりしゃがんだり伏せたりして、弾をかわそうと。そういうことらしいですね。おー、なるほど、なるほど。これはあれか。進撃の巨人的なやつか。どんなゲームなんだろう。1位、オヤビ。2位、KT1010。3位、ナユニ。4位、デミ1705。5、ムーン104。あやたかさん。という感じになっております。もう、ここもちょっとランカー、徘徊前って感じですね。感じとしてはね。ランカーっつって。知った顔があったらランカーだとかって言ってるだけだけどね。うん、とりあえずセシルがいない。どうせこのスコアも後でセシルに書き消されるんだろうな、とかと思ったりしながらやっています。一応ね、下の方に行くとね、ゲームの遊び方も出てるんですけどね。なんか、ちょっとテクニカルなゲームっぽいですね。でけえ！この巨人弱えな。待て、ちょっと突っ込ませてくれ。あの、弾がでけえ。巨人と戦っとるっていう設定にした弾がでけえ。なるほどね。長押しすると。弱っ。全弾命中。長押しするとしゃがむんですね。で、ちょっと。早く押すとジャンプするのね。そこ。そういうとこ。よいしょ。あ、一応前後ろに。よし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 。なるほどね。なるほどね。よいしょ。しゃがんどるんよ。弾がでかいよね。うえ。まあ8位まではいけたよ。あんまりやってないんだみんな。あ、ネイビーじゃないですか。今のは当たったうちにしてほしくないな。いいよ、ネビいいよ、ネビいいよ。下見さして。ああ、別になんか特別に何かこう。うん、裏技みたいなとかないアクションはないね、特にね。うん、でも跳ねる、しゃがむ、なかなかお、チーク。よいしょ。女型の巨人。うまいよ。うまいよ。うまいじゃん。うまいうまいうまい。うまい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 。うまい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 。あー。よいしょ。
あ、ローネンちゃん。ドクター博士になりつつあるな。あれ？巨人だったらもう弾をもろともせず壊しに行け。お、誰こいつ初めて見る。猛虎魂を感じる。猛虎魂が。あれ誰？あのトラム、トラガラのやつ初めて見る。あれこいつスモーク。歴代のクータたちが勢揃いだな。よしよしよし、はい、次の現場に。あう、あのマウスカーソルが左に移動しすぎて Windows の画面から外れてしまうやつやっちゃった。これが真打ち。よしよし、そろそろ終わらすぞ。そろそろ終わらすぞ。殴る、戻る、飛ぶ、2発殴る、しゃがむ、2発殴る、飛ぶ、2発殴る、戻る、しゃがむ、2発、3発、もう1発いける、ジャンプ。足に当たった、足に当たる。シェイ、ああ、混乱するな。伸びねえな、スコアがあんまり。あんまりスコア伸ばせられないわ。ああ。勝てない。勝てない。てて。攻略法らしきものを見つけられない。当たっちゃうな。間に合った。よいしょよいしょよいしょ。戻る、しゃがむ、よし、ジャンプ、一発殴る、戻る、しゃがむ、殴る、ジャンプ、殴る、しゃがむ、間に合え、ナイスリンゴ、ジャンプ、よし、ジャンプ、よしよし、ジャンプ、よし、ジャンプ、よし、しゃがめ、よ、ジャンプじゃねえんじゃ、くわー、暴発、ジャンプ暴発。殴れ、よし、ジャンプ、ここらでリンゴ来てくれ、来ねえ、リンゴ来ねえ、よいしょ、殴れ、一発でいい、しゃがめ、よし、しゃがめって、よし、しゃがめ、おお、だー、暴発したー。熱くなりすぎじゃ、こんなクソゲーで。熱くなりすぎじゃ。上の連中すげーな。まあこんなもんだろう。俺があとこれから1時間2時間頑張っても108っていうスコアに届かんと思う。多分、ちょっと超えたら何かあるんだと思う。この50から100の壁の間に。おそらく、リンゴがめっちゃ降ってきて体力回復するとか、あそこの、あの城壊すとね、とかあったりするんだと思う。なんか一気に壊れるなんかアイテムがあったりとかありそうな気がするね。でも、これが現状。
これが今の位置。難しかった。もうまあ、うん。あんまりこう、思ったように動かないけど、熱くはなるね。思ったように動かないからこそ熱くなる。クタの壁ポンポンでした。ほんなまた。